自分たちが取り組んでいく中には当然効率というのは求めていかなければいけないので、じゃあこれはこういうふうにしましょう、これはこういうふうにしましょうというのは本当にタン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 と決まっていくこともあるんですけど、そこで一歩考えて、その言い方を考えて、その接し方を考えて、その表現を考えて、もう少し愛あるものは何だろうか、そこに感謝を持ったらどうなるんだということを一個一個止まって考えてみると、何か言葉が変わってくるかもしれません。接し方が変わってくるかもしれません。それは大事にする一年にしたいなと思って、あ、みんなが掲げてくれた愛感謝、これでそのまま行こうというふうに思いました。これは相手が感じることですので、どんなに我々が必死になっても感じなければそれはそれまでなんです。もっと上を行くしかないし、もっと考えなきゃいけないし、もっと思わなきゃいけないんだなというふうに思うようになり、これを大事に取り組んでいきたいと思います。そして逆に受けた側は本当に嬉しかったこと、感じたことは本当にこれやってくれてありがとうございましたというのは本当にそのまま伝えてあってほしいなと。ありがとうが増える会社にし、今年たくさんの挑戦をしていく中、この愛と感謝を皆さんどこかいつも持って、今年1年が本当に大変な変化を起こさなければいけない年です。それが10年後の自分を作っていると思って、チャレンジしてほしいなと思います。2019年、愛と感謝を持って取り組みましょう。